優勝は柴田光選手です。優勝おめでとうございます。はい、どうもありがとうございました。今年初の優勝となりました、はい、今のお気持ちお願いします。いや、そうですね、ちょうど1年分ぐらいなんですけども、もうすごい嬉しいですね。はい、今日は優勝戦までどう過ごされてましたか？いや、もう朝から、ね、いつものパターンでちゃんと自分なりにペラ調整しようと思って乗ってたんですけど、まあ、しっかり会ってくれましたね。はい、そんな中望まれた優勝戦なんですが、スタートの方はコンマ09トップスタートでした。まあちょっと早いなと思ったんですけど、まあ、入ってるかなと思って、ここは行くしかないんでね、もう行きました。はい、スタート後から1マークにかけてご自身で振り返ってみてどうですか？そうですね、まあ、外見ないようにして球だけ回ろうと思って、まあ、冷静に走ろうと思ってたので、意外とうまく走れました。はい、もう刺させず、まくらせずの。そうですね、まあ、すごいレバー握った瞬間にめちゃかかったんでこれ逃げられるなと思いましたね。はい、この優勝で芦屋は2回目の優勝となりまして。そうですね、しばらくぶりだと思います。11年ぶりぐらい。はい、はい、で柴田選手にとって芦屋の水面というのはいかがですか？いや、すごいね、ペラさえは乗りやすいところなので、まあ、大好きです。はい、さあ、この優勝で柴田選手の通算優勝回数が30回となりました。このあたりはいかがでしょうか？はい、そうですね、まあ、今34年目なんですけど、はい、まあ、辞めるまでに、まあ、辞める、ね、経験年数ぐらいの優勝はできるようにこれからも頑張ろうと思います。はい、30といえば柴田選手は今月の30日に声優の安野清野さんのライブに行かれるんですよね。はい、はいはい、もうそのために今節からです。はい、昨日柴田選手が、はい、マクロス、そして、はい、安野清野さんの、はい、まあ、大ファンっていう風に X で紹介させていただいたんですけど、はいはい、もうそれが本当にすごい反響で、そうなんですか、バズりにバズってます。はいはいはい、嬉しいですね。ちなみに30日のライブの時に、はい、もしファンの方が、うん、こう柴田選手を見かけた時は、はいはいはい、柴田選手にお声をかけても大丈夫ですか？もう全然かけてもらっていいですよ。はい、どうせみんな安野さんしか注目しない。いや、まあ、気づいてくれる人がいれば、はい、いつでも言ってください。はい、それでは最後にファンの皆様に一言と、はい、ワルキューレポーズをお願いします。はい、今節はね、初日からいい成績だったので、多分みんな応援してくれたと思うんですけども、皆さんのご声援のおかげで優勝できたと思ってます。まあ、これからも一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。最後にじゃあワルキューレポーズ、ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。